一斉攻撃ではあれを倒す。さくらちゃん、回復ありがとう。行くぞ、サスケ。さくらちゃん、私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？もう少しなの。私だって第七班。第七班、ここに復活だってばよ。俺らの力見せてやるってばよ。どうあれ、目の前の敵を倒すのに協力するってんなら、おかげになんのは俺だ。キバ、今は誰も聞いていない。惨めに見える。よせ。キバ君、私はちゃんと聞いてるよ。俺らの力見せてやるってばよ。今お前は何を思う？よーし、ちょい待ち。結界を破る気だ。先代の皆さん、持ちこたえた。なんて結界だ。簡単な結界ではないぞ。口だけではないようだな。木遁、木分身の術。よし、行け。まだまだ。先方明神、ウート。さて、相手をしよう。マダラ、待たせたな。いや、分身ではつまらぬ。今ぞ。分裂体か。ひらむな。そんな自分が嫌になって、たまりきった。やっと解放できる。ジャンヌラ。二度と、もう二度と、二度と。なんという怪力。3年間チャクラを一定に溜め続ける。私は若作りする必要がない。空洞伝統の最終回。うっち。俺もいいんだけど、さくらちゃん。これが九尾のチャクラをコントロールした状態か。ナルトのやつ、螺旋岩の性質変化までちゃんと。俺だって真術開発してたんだっつーの、ナルト。影分身の術。影分身だ。たった一人増えただけじゃねえか。来い、赤丸。敵の中に突っ込むぞ。三刀路。機雷中。2章、4章、8章、16章。やっぱりここまでが私の。己の限界を乗り越え、そこから恐れず大きく踏み出すんです。64章。ナルト君の横にずっといたいんだもの。だからいつだって一歩でも前へ。就任試験じゃあるまいし、ハンデ張り合うことはねえだろ。影つかみの術。敵25体、感情系。肉弾ヨーヨー。僕も一応第7班なんですけどね。僕は一気に空から本体を攻める。サイ。大丈夫か。なぎ払い。一気にジャンプして近づく。みんなが深手を追っても常にそばにいて回復してあげられる。口を閉じる。親父は今手打ちのゴタゴタじゃけん。それより
一気にでかくなったなお前。奥の方にでっけえのがいいんだろ。あの一番でかいのか。サスケ様、いかように。奥の本体は俺がやる。さくらちゃん、砂出様もきっとお喜びに。私たちは回復役です。まさかもう一度口寄せ三すくみが見られるとは思わなかった。新たな時代よ、行け。お願いします、カティ様。これが元の7班。そがいなことよいの。オラオラ、頭から振り落とすな。分かってるってばよ。心配しないでください。力が戻ってくれ。さっき白号の身を発動したばかりなのに。サスケ様、カブツチを見た覚えがない。風車のような手裏剣に漆の光沢より黒い矢。燃え尽きろ。彼の本当の狙いは何なんだ。さあな。随分なざまね、ツナで。うわ、でっかいナメクジ。あれは尻骨輪から口寄せされた勝湯のほんの一部。今はナメクジより五影のことだろ。ナメクジ見たら塩かけたくなるもんでしょ、誰だって。あれ、五影ってババアだったっけ。無茶をしたようね、ツナで。オロチマ勝湯、私は五影の処置をしにここへ来た。それにあなたは死んだはずです。怪しい行動をしたと思う。わかりました、あなたを信じましょう。ではまず他の影たちはどこ。皆さん重傷でなかなか。しかし勝湯、今の綱出様はすごく弱っておいでで。そういうシステムだったかしら。口寄せが溶けかかっているのをどうにかこらえつつ、なので、はい、綱出様の体をうまくつなげることもできず。うえ、なめくじが濡れていく。カリン、あなたは噛ませて回復させてあげなさい。サスケに噛まれる前から歯型だらけだろう君。だいたいどういうシステムだよ君の体は。さっさとなさい。変なのはお互い様でしょ。さもない。変態で変態なんだよ。里を裏切ったお前が今さらなぜだ。昔は自らが風となり、その風を楽しむ前に密封されたくはないからね。相変わらずわけのわからんことだが、少し変わったか。まさかお前に助けられるとはね。口寄せの違う。ジライアを連れて彼らから脱出することはできないわ。不確定な情報を差し挟んで確率を下げたりはできない。一人ではダメ、二人ならなんとか全滅する。あなたは続けてなさい。私が時代を。一歩でも動けば私がお前を殺す。あなたと私どちらが先手を取るかで決まる。ジライアはお前のことを心底信用している。くだらない。私は。おいジライア、連れて殺しまる。人は変わるもん。それか、その前に死ぬかの二つ。彼はそのままで行っちゃったけど、最後までお前を信用していたんだろうな。オロチマル、お前がもっと早くそうなってくれたなら。ジライアが変わってしまったかも。私たち三人がそうだったように一枚岩じゃいられない。だからこそサスケ君の行く末を見てみたいのかもね。まあいい、回復させてくれたことには感謝する。
だからこうして協力してる。私が戦況を報告します。じゃあ私たちはもう行くわ。